はいどうも、皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、今回は、皆さんね、もうそろそろ3月もですね、下旬にですね、なろうとしております。3月もね、下旬に入ろうとしてるということは、もう函館ユニットカーニバル、4月のですね、下旬に行われます函館ライブも、までも、残り1ヶ月を切ろうとしているわけなんですけども、まあ皆さんね、もうね、残りね、1ヶ月も経とうとしているっていうこともありましてね、おそらくね、もう函館までの旅行計画とか立ててる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ僕もね、そのうちの一人でございますけども、まあ今回のね、函館ライブのついでといったらあれなんですけども、まあそれを機にね、ちょっと北海道をね、いろいろと巡ろうかなと考えているさなかなんですけどもね、今回はですね、まあそんな函館にね、まあ初めて足を運ぶという方もね、いらっしゃるかと思いますので、まあ僕もね、そのうちの一人なんですけども、最低限ね、函館に行ったら、やっぱりここはね、巡っておくべきだろうという、まあアニメのね、聖地巡礼も含めてなんですけれども、まあ今回はね、そんな函館での、ね、観光スポットだったりだとか、まあアニメのね、聖地巡礼って言ったらね、まあすごいいっぱい数あるんですけれども、やっぱりね、ここはもう印象的だったっていう場所もね、まあ僕がね、今回ちょっと厳選して、ここはね、もう必ず巡っておくべきだろうという名所とかもね、ちょっといくつかご紹介をしておきたいなと思います。というわけでですね、はい、ちょっとね、ホワイトボード、はい、久しぶりのホワイトボードでございますけども、ですね、函館聖地巡礼と下に書いてありますけれども、まあね、今回ご紹介する聖地のですね、数は5箇所でございます。函館のね、地を訪れたら、やっぱりね、巡っておくべきだろうという場所なんですけども、まあまずはね、もうこのね、一番上に書いてありますけども、このね、砂防、これ、たまに菊仙さんって読む方がいらっしゃるんですけども、正しくはですね、これ、菊泉ですね。はい。この砂防菊泉さんというですね、ここお茶屋さんなんですけども、ここはね、もう絶対的にね、巡っておくべき場所なんじゃないかなと思います。こちらのね、砂防菊泉さん、こちらですね、セイントスノーの実家なんですよ。ほのかちゃんのですね、実家が、竹村という、秋葉原の、万世橋の近くにある、お茶屋さんだということはもう皆さん、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあそんな感じで、函館の、まあ、函館山のふもとあたりにあります、お茶屋さんなんですね。で、ここね、大変美味しい、お菓子とかね、いただくことができるお店らしいのでね。まあ、ここはね、ぜひ、もうね、皆さん、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。でですね、二つ目は、函館山でございます。もう、ここはね、もう、ここはもう皆さんね、もう、言わずと知れた、函館山ですよ。まあね、日本三大、ね、風景とも呼ばれていますけれども、もうね、100万ドルの夜景とかね、まあいろいろと言われてますけど、本当にね、夜食うとめちゃめちゃ綺麗なんですよ、ここは。まあ僕もね、ネットで何回か見たことありますけども、本当ね、写真だけで見てもめちゃめちゃ綺麗なんで、実際ね、肉眼で見たらどんだけ綺麗なのかっていうのをね、ぜひね、皆さんここはね、行って確かめてみるべきなんじゃないかなと思います。そしてですね、三つ目はですね、赤レンガ倉庫でございますけども、こちらね、赤レンガ倉庫というのは、これはですね、函館のね、入江の近くにあります、まあ、倉庫のことなんですけども、こちらですね、横浜の赤レンガ倉庫とちょっと似たような感じですね。はい。まあ、規模としてはね、やや、小さいんですけども、同じね、明治に開拓された、まあ、土地ということもありまして、やっぱり赤レンガ倉庫、あるんですね、函館にも。で、あとね、ここはね、ルビーちゃんとリアさんが、夜ね、歩いた場所でもありますから、まあね、聖地の、一つでもございます。まあ、こちらね、夜とかも大変綺麗に、なってるらしいので、ぜひね、訪れてみてはいかがでしょうか。そしてですね、四つ目がですね、五稜郭。ね。ここにカッコタワーとありますけども、まあ、五稜郭と五稜郭タワー。この二つを、まあ、意味してるわけなんですけども、五稜郭はね、もうね、これは観光スポットとしても、ぜひ訪れておくべきですし、五稜郭タワーもね、まあ、これも聖地として、まあ、ね、赤のみんなも、まあ、上まで登ってみ、ね、五稜郭を見たわけですから、ぜひね、ここも訪れておくべきなんじゃないかなと思います。そしてですね、六つ目。これもね、結構重要な、まあ、観光スポットでもあるんですけども、まあ、旧函館区公会堂ということでですね、こちらですね、まあ、公会堂、まあ、そんなの通り公会堂なんですけども、現在もですね、こちら館内を、見学することができる、場所でして、またね、聖地でもあります。聖地でもありますので、ぜひね、ここも、まあ、ルービーちゃんとリアちゃんがね、今回の、函館でのね、ライブを、のね、開催を、そう、なんて言うんだろう、アピールしたというか、そういう場所でもありますのでね、ぜひここは、もう訪れておくべきなんじゃないかな、と。
でですね、ちょっとね、左側に補足もですね、載っているわけなんですけども、ちょっとね、見ましょうか。まずね、このサボ菊泉さん。こちらの菊泉さんの注意点なんですけども、ライブの2日前に、ね、訪れるのがおすすめかなと思います。ね、ライブの当日、金土も一応営業してはいるんですけれども、やっぱりね、ライブの当日となると、おそらく激込みだろうと、めっちゃ混むことが予想されます。はい。ですので、ライブの2日前に訪れておくことをお勧めします。ちなみにですね、前日、ライブのですね、1日前は定休日です。はい。ですので、2日目に訪れておくことをお勧めしているわけなんですね。でですね、こちらの赤レンガ倉庫と、この旧函館区公会堂、こちらに関してはもうルビリア推しは必見ということでですね、もうね、これも言うまでもないですね。この2つは、ルービーちゃんとリアちゃんのね、絆の深さをもうね、象徴しているかのような、まあね、場所でもございますのでね、ぜひこの2箇所は、ルビーちゃん推し、リアちゃん推しの方はね、行ってほしいなと、行っていただきたいなと思います。でですね、もう一つ実は補足があるんですけども、このですね、五稜郭以外のこの4箇所、菊泉さん、函館山、赤レンガ倉庫、旧函館区公会堂、このですね、4箇所は、実は、徒歩圏内で行くことができます。全然歩いて行ける場所です、どこも。まあ、路面電車とかね、ありますけれども、全然歩いて行ける、距離ですので、まあ、函館山に関してはね、ロープウェイ使わなきゃいけないんですよ。そのね、ロープウェイ乗り場も、本当にね、近い場所にあるんですよ。ですのでね、そこまで、なんて言うんだろう、聖地巡礼にね、一つ一つ巡るのに、大変というわけではないです。比較的ね、手軽に、かつね、もう、パッと、聖地巡礼をすることができます。はい、ということでですね、今回は、ちょっとね、久々にね、ホワイトボードを使ってね、まあ、函館ユニットカーニバルまでね、もうちょっとで1ヶ月を切ろうとしておりますのでね、聖地巡礼、まあ、函館にね、訪れる方結構多いかと思いますのでね、最低限このね、まあ、6箇所巡っておくべきだろうということをちょっとね、ご説明いたしました。もしね、この動画が、いいなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でした。バイバーイ。